バージンオーストラリアはバージンオーストラリアホールディングス参加の航空会社である。2020年4月20日、任意管理手続きの適用申請を決め一度経営破綻したが新たなスポンサーを得て経営再建中である。本拠地を同国ブリスベンに置く。カンタス航空に次いでオーストラリアで2番目の規模を持つ航空会社である。 2011年5月、バージンブルーより現社名に変更された。航空券の座席予約システムはサーブルを利用している。バージンオーストラリアは LCC、バージンブルーとしてスタートした後、2011年にブランドイメージを一新、現在の社名に変更、さらにフルサービスエアラインへと変化を遂げた。バージンは一時的なターミナルではなく、 キングスフォードスミス国際空港の高級的なターミナルを獲得することができないつまずきを経験している。しかし、この問題は解決し、バージンオーストラリアはオーストラリアの国内線でカンタス航空の第一の競争相手となるまでに成長した。白い塗装の機材を使用するバージンオーストラリアの機体にはオーストラリア国内有数の B1 の名前が付けられている。 2000年8月31日、バージンブルーは2機の航空機によってシドニー・ブリスベン線の運航を開始した。その後、オーストラリアのすべての主要都市と多くの観光地へ就航路線を拡大した。バージングループはバージンブルーが業績不振であっても保有し続けていたが、2005年初めにオーストラリアの運送複合企業パトリックコーポレーションが バージンブルーに対して敵対的買収を行った。オファーの締め切りにあたり、パトリックは議決権を持つ株の62%を得て経営権を取得した。なお、バージングループは25%の株を所有することとなった。2002年には競合相手であったアンセット航空が倒産した。現在ではアンセット航空の旧顧客の多くを獲得している。 2003年には持ち株会社バージン、ブルーホールディングスがオーストラリア証券取引所に上場され、現在ではその100%子会社となっている。2003年9月にはニュージーランドとオーストラリア本土の両方で低価格運行を行っているパシフィックブルーを子会社化すると発表する。なお、パシフィックブルーはニュージーランド航空と カンタス航空の運賃が高額であると批判、両者への競争を相手として、自らを位置づけていた。また、2005年11月からは、西サモアとニュージーランド、オーストラリア間を運航していたポリネシアン航空の事業を承継し、ポリネシアンブルーとして運航していたが、2017年に合弁を解消した。2011年5月、バージンオーストラリアへと社名変更した。 国内線の2レターコードは2013年1月14日からそれまでの DJ を国際線と同じ場に統一した。2014年5月現在、資本的にはニュージーランド航空、シンガポール航空、エティハド航空と3つの航空会社が大株主となっており、出資比率的にも寄港していたが、2016年5月に中国海南航空をに持つ、 海港集団が約13%、6月にチンタオ航空を参加に持つ南山集団がニュージーランド航空保有19.98%の株式取得を発表し、中国資本が全株式の約3割を占めることとなり、既存株主との相違が経営に影を落とす可能性が報じられている。二千二十年四月十八日、新型コロナウイルスによる影響で、 合政府に14億ゴードルの支援を求めたが、株主などに支援を求めるべきだとして断られていて、中国東方航空と中国南方航空、中国国際航空の中国大手3社が買収を検討し、正式な交渉には至っていないと報じられた。報道では2019年12月末時点の負債は約50億ゴードルあり、4月20日、取締役会で、 任意管理手続きの適用申請を決めた。6月26日、米ボストンに本社を置くプライベートエクイティファンドのベインキャピタルが買収に合意したと発表。8月5日、辞任や機材の削減、系列 LCC であるタイガーやオーストラリアの統廃合を含めた経営効率化を含めた再建案を発表し、合政府による 新型コロナウイルスによる貿易措置のための厳しい入国制限により、国際線再開見込みがしばらく経たないこともあり、主な国際線は休止凍結し、ボーイング777から 300ER、エアバス A330 から300や、地域路線用の ATR、LCC 機材のエアバス A320 を手放して、ボーイング三十七に機材を統一、近距離路線にし、 同時に3000名程度リストラを行う計画を発表した。11月18日には任意管理からの脱却を発表。12月になって現地報道でオーストラリア国際航空サービス委員会に羽田発着枠を2021年10月まで延長申請し、イヤスクは2021年3月末までしか承認しなかったが、羽田便乗り入れを 日後トラベルバブル形成を前提に意欲的との見方があると報道されている。エアバス A330 型気球塗装のボーイング737型、機ボーイング737型機、バージンオーストラリアにおけるボーイング機の顧客コードはフィカビット19による破綻のため2020年8月5日に取りまとめた再建計画で順次737に 機材統一効率化を行い12月にボーイングとの契約変更試行形機導入をこれまで2021年7月から 737Max10 を25機と2025年2月から 737Max8 を23機受領する契約を一旦すべて取り消して2023年半ばに 737Max10 のみ25機受領する契約へ変更したと発表された座席は ボーイング737から800型とエアバス A330 から200型はビジネスクラスとエコノミークラス。長距離国際線にて運用するボーイング777から 300ER 型機は元 V オーストラリア機材で同系機のみビジネス、プレミアムエコノミー、エコノミーの3クラスを設定。2017年から エコノミークラス前方の足元が広い席を中心に、エコノミー X と称する新クラスが設置され、頭上の荷物収納の優先スペース、優先搭乗と優先セキュリティスクリーニングの特典があるほか、短距離国際線では、利用可能な場合には優先チェックインも利用可能。また、長距離国際線では、機内食の優先選択、プレミアムノイズキャンセリングヘッドセットなどが提供される。 バージンオーストラリアインターナショナル社の機材による航路も含まれる。2013年2月28日からは日本路線にコードシェアウィンとして就航した。シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、アディレード、ダーウィンの6カ所からシンガポール経由、東京、羽田、東京、成田、名古屋、中部、大阪、関西、福岡の5カ所へ乗り入れる。ーシ,ーシンガポール間は、 シンガポール航空かシルクエアの運航シンガポール日本館はシンガポール航空の運航便にそれぞれ当社の便名が付与される。また自社の香港線に接続する香港航空運航の日本路線にも便名が付与されていた。2019年9月17日午の国際航空サービス委員会に対し2020年春に 豪州側に割り当てられる羽田空港昼間発着枠1枠を申請。ブリスベン羽田線への就航に加え、ANA との提携も検討しているとした。同年10月29日、イアスックはバージンオーストラリアに対し1枠を割り当てることを正式に決定、自社便として初めて日本へ就航することになった。2020年1月からは、 バージンオーストラリア運行便において全日空とコードシェアを実施、同年春以降は全日空とバージンオーストラリアの日本、合州間及び日本、合州国内線で相互にコードシェアを実施し、マイレージの提携も開始する予定であった。しかしながら、同年4月20日の経営破綻により白紙となり、8月5日の再建計画により、 長距離国際線に投入されていた777から 300ER や A330 から300を放出し、当面の間737に機材統一し、運行可能な近距離路線主体の運行に専念することが発表され、日本重工は見送られることが決定した。ただし需要回復後の再開以降もあり、コードシェアによる国際線接続は確保するとされている。 マイレージプログラムとしてベロシティリワーズを運営している。ありがとうございます。